はい、今回は任天堂プリペイドカードの歴史というほどの壮大なものではないんですが、以前ちょっとね、 Wii のポイントがいよいよ終わるといった時にプリペイドカード持っているなら見たいというご意見もあったので、今回公開となりますが、まずこちらがかなり初期の頃ですね。 Wii と Nintendo DSi と書いてあります。さらによく見るとお金の単位がイエンではなくて任天堂ポイントになってます。この頃はマリオ25周年ですね。このカードの素材もですね、プラスチックを使っているみたいです。ちょっとツルツルなので顔が映ってますね少し経つとこのようにですね、ゼルダ25周年になっていますが、任天堂 3DS のロゴが出てきていますので、まあこの頃から2011年以降になっているのかなと思います。よく見るとあのお金の単位も円になってますね、円。まあこんな感じで様々なものが出てきましたね。3機種同時に出ているのもなかなかこの時代ならではのものでしょうか。こいつ同じカードなんですが、発売した時期によってですね、このように Wii、3DS、DSi のロゴがなくなっちゃってるバージョンもあります。こちらはスーパーファミコン柄の任天堂プリペイドカードですが、確かですね、セブンイレブンとローソンの二手に分かれていて2箇所買いに行った記憶があります。 3DS でね、バーチャルコンソールスーパーファミコン始まった時期でもあります。こちらのファミコンのカードも確かツタヤ限定だったような記憶がありますが、ちょっと記憶が定かではありません。そしてちょっとね、変わり種としてギミックの入ったプリペイドカードも出ていました。全部買えばよかったと今公開しているカードの一つです。そして謎の1200円というプリペイドカード、中途半端だなと思ったら、このね、ダウンロードコンテンツまとめて買うと一つあたり1200円になるというものだったですまあそんな関係で1200円になってます。この辺は最近ですね、スイッチのブレスオブザワイルド、そして結構出ていますね、ファイアーエンブレムプリペイドカード。これはかなりですね、多分使う使わないともかく買ってしまうようなファンもいたんじゃないでしょうか。ファイアーエンブレムものかなり出ています。そして思わずたくさん買っちゃったこのね、おまけ付きのプリペイドカードもありました。こちらはまた後ほどさらっと登場します。こちら Wii U の Wii スポーツクラブのものですが、特にそれにこだわったわけではありません。そしてカービィものもそこそこ出ていますね。20周年、こちらは最近出たやつですね、ジェムリンゴ50個。最近なかなかね、プリペイドカードあんまり限定もの出ませんね。こちらは25周年って書いてありますね。そして動物の森、思ったよりもバリエーションはないんですよね。そしてマーザーですよ、なかなか売ってなくて困ってようやく見つけた一品です。こちらもドラゴンクエスト10かな、そのプリペイドカードですね。ポケモン関連も思ったよりも多くはないですね。まあこんな感じでポケモン関連、自分は3つほどしか持っていませんね。4つか、 EV の日の時のものがありました。そしてちょっとですね、こちらプリペイドカード、初期の頃はこのようにテカテカだったんですね。要するにプラスチックだったんです。で非常に硬いです。それに対して最近は紙製ですね。紙製、このように光を当てると反射率が全然違いますね。テカテカに反射しているのがプラスチックカードです。残念ながら最近はこのように紙製になっちゃってます。まあどうしてもね、プラスチックの方が高価なんでしょうコストもかかりますよね。1000円以上かかってしまいますので、まあ徐々にだんだんフェードアウトしてます。先ほどちょっと言ったこのね、単位の違いですね。初期の頃は任天堂ポイントでした。任天堂ポイントなんですが、さらに
Wii の場合はですね、なんとか Wii ポイントでした。単位がですね、すごくたくさんあった時期もありましたよね。任天堂ポイントやら Wii ポイントやら、それ途中からこちらの円に、円じゃないね、円に変わりました。で、一時期こうね、混在している時期もあったんですが、現在はもう完全に円ですね。この辺にごちょごちょとちっちゃく書いてありますが、ファミコンのバーチャルコンソールとして使えるよとか、まあそれに限ったわけじゃないんですが、簡単な案内が書いてありますね。こちら先ほどちょっと言った特殊なプリペイドカードですね。一時期ずっと並んでいたんですが、最近はもうなくなってしまいました。これはですね、Nintendo 3DS の AR 機能を使ったものですね。まあソフトは無料でダウンロードできます。実に使ってなかったので今、まあ、初めてじゃないんですけど、この New 3DS になってからは初めて使ってみたいと思います。確かね、ダウンロードしたことがないんですよ。古い 3DS でやったことはありますが、ですのでおそらく新規にダウンロードになると思います。あった、無料ダウンロードですね。ポチッと押してダウンロード開始。今日ね、一緒にフォトスーパーマリオダウンロード数が1の場合はですね、完全に自分です。今どのくらいダウンロードされているんでしょうか。あんまりいなそうですよね、もう、まあ大した容量ないのでさっと終わるはずなんですが、どうだ、さっと行ってくれ、来ました。どこ行っちゃったかな。あ、ありましたね、これです。ポチッと、一緒にフォトスーパーマリオ、はい、来ましたね。このようにカメラを通して向こうの世界が映っています。で、 AR カードを写してくださいということですので、先ほどのねマリオのカードを使ってみたいと思いますが、このように出すと、お、ボヤーンと出てきます。あら、落っことしちゃった。手のひらに乗せると、別にどこでもいいんですが、こんな感じでね、楽しむことができるプリペイドカードになってます。まあ写真を撮ったりですね、カシャッと写真を撮ることができます。あとはちょっと左手空いてないので、ちょっとカードを下に置きますが、 L を使うと掴めちゃいますね。こんな感じで、まあこんなことができると技術デモみたいなもんでしょうかね。まあ多分すぐに飽きてしまうかもしれませんが、ああすごいと一瞬感動するかもしれません。そしておまけ付きのカードもありました。このようにね、 Nintendo 3DS のテーマ付きプリペイドカード、ちょっとお得感がありますよね。だいたいテーマって100円か150円ぐらいしたと思いますが、まあおまけでねついてきます。もう一つおまけといったら、バッチトレイルセンター、一時期めちゃくちゃハマっていましたね。これがね、5回プレイできるのがついてくるプリペイドカードがあります。一時期バッチトレイルセンターハマってました。そしてなかなか手に入らなかったマーザーのやつですね。マーザーのプリペイドカード、現在後にも先にもこのカードしかマザーは出ていません。ちょうど Wii U でマザー3かなんかが配信されたのを記念して出たと思うんですが、ちょっと忘れてしまいました。とりあえず現状 Wii U でマザーシリーズ全部遊べます。はい、いかがだったでしょうか。 Nintendo プリペイドカードでしたが、実はね、ついさっきまでこいつ紛失していたんですね。ちょっと探し物をしていたら出てきました。で、本来はですね、こいつを撮影していたんですが、途中でね、なんとハプニングというか、同梱されているはずのプレイステーションムーブ専用ソフトがですね、なんと入っていないということが発覚して、撮影がそこで止まってしまいました。最近はね、この任天堂プリペイドカード、新作があんまり出なくて
ちょっぴり寂しい。ではまた。